恐怖の墓所はゲイリー・アイアックスがダンジョンズドラゴンズロールプレーングゲーム向けに書いたアドベンチャーである。もともとは1975年のオリジンズ1コンベンション向けに書かれたものでどんなチャレンジにも打ち勝てる強力なプレイヤーキャラクターを持っていると豪語する熟練プレイヤーの腕を試すことを目的としてデザインされた。スペシャルなシリーズを意味する S シリーズの 第一作であり、S1 のコードが付けられている。これまでに、いくつかのバージョンが出版されており、初版は1978年、最新版は2017年に出版された D&D 第5版向けのシナリオ集テールズフロムザイオニング、ポータルに収録されている。また2002年に出版された小説の原案にもなった。モジュールのプロットは、 デミリッチ・アサーラックの墓を中心に展開される。プレイヤーキャラクターは、アサーラックの破壊を目指し、多様な怪物との戦闘やトラップを通り抜けなければ、ならない。本作は2004年のダンジョン誌のランキング企画、D&D 歴代ベストアドベンチャー30で3位に、選ばれるなど名高いモジュールの一つとみなされている。また、最も難易度の高いモジュールの一つとしても知られている。 後のダンジョンズドラゴンズ製品に影響を与え、S シリーズの他の3つのモジュール、S2 ホワイトプリムマウンテン、S3 エクスペディションツーザバリアピークス、S4 ロストキャバーンズ・オブッドジュ・キャンスが後に続いた。恐怖の墓所は、D&D のキャンペーンセッティングである、ワールド・オブ・グレイ・ホークの中のセットである。恐怖の墓所の中で、シセル・魔術師の墓に侵入しようとした冒険者たちは、 数々のトリックと罠に遭遇する。シナリオの開始時に、プレイヤーたちは、悪の魔術師アサーラックが、アンデッドの姿となって、古代の墓地に生きながらえていることを聞かされる。元より強い力を持ったリッチであったアサーラックは、頭蓋骨以外の肉体すら必要としない、アンデッドのより強力な形態であるデミリッチと、化していた。プレイヤーキャラクターは、 墓所の中の知識性の罠から生き残り、成功に隠された聖域への結露を開いて、デミリッチを打ち倒さなければならない。モジュールは33の遭遇に分割されており、墓所への2つの偽物の入り口から始まり、デミリッチやサーラックの地下聖堂で終わる。遭遇例としては、200本のスパイクで満たされた巨大な、落とし穴や、22番目の遭遇、金銀の霧の洞窟。 霧は銀色で、ほのかな金色の流れに満ちている。視界は6フィートしかない。検出された場合は、おぼろげに善良なオーラがある。これらの霧に足を踏み入れたものは毒に対するセービング、スローをしなければならない。さもなければ暖かい太陽の下の大地で正常な空気を吸い込むことができるまで馬鹿者になる。などである。モジュールは、アサーラックの破壊で終わり、いかなる跡書きもない。 恐怖の墓所は、1975年のオリジンズ1、コンベンションでの D&D トーナメントプレイのために、ゲイリー・ガイギャックスによって書かれた。ガイギャックスはオリジナル AD&D のプレイテスターの一人で、あるアランルシアンのアイデアからアドベンチャーを構築した。ガイギャックスが本作をデザインした目的は2つあった。ガイギャックス自身の説明によれば、第一に、 私のキャンペーンの中には何人か、長熟練のプレイヤーたちがいて、これは彼らの腕前とその時点で、無敵さを誇っていたキャラクターの耐久性に対する、さらなる挑戦を意図したものだった。具体的に言えば、ロブクンツのキャラクター EN、ロビラーとアーニーガイギャックスの、キャラクター EN、テンサーの行く手を阻みたいと思っていた、ため、第二に AD&D のいかなるチャレンジも打ち任せると、 交互するファンに備えるためだったという。1978年、チームソニックレーシング、インクは本作を AD&D が一般ルール用に改定し、出版した。20ページの本と12ページの本、そして外装から構成されており、冒険が進むにつれ、プレイヤーに表示されるイラスト本が特色となっている。1981年には32ページの 同内容のブックレットに新しくフルカラーの表紙をつけて再発行された。本作は高水準のシナリオシリーズの第一弾として表され、1987年に制作された、ようやく再編集版である EN、デルムス・オブ・ホラーにも盛り込まれた。1998年、本作は AD&D 外に反ルール用の EN、リターン・ツー・ザ・トゥーム・オブ・ホラーズの一部として再販された。 ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは2005年のハロウィン向けにオリジナル版をアップデートしたバージョンをフリーダウンロードコンテンツとしてリリースした。このアップデート版は D&D3.5 版ルール用にデザインされたものである。また、恐怖の墓所はキース・フランシス・ストロームの同名の小説にノベライズされ、グレイ・ホーク・クラシックシリーズとしてウィザーズ・オブ・ザ・コーストから2002年に出版された。 2010年7月、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、恐怖の墓所の名前に関連した2つのアドベンチャーをリリースした。1つはで、EN ・アリ・マーメルと EN ・スコット・フィッツ・ジェラルド・グレー執筆のハードカバーのスーパー・アドベンチャーで、リターン・ツー・ザ・トゥーム・オブ・ホラーズを出発点として用いて、オリジナルの墓の伝説を拡大発展させたものである。2つ目の、 恐怖の没所は、スコット・フィッツ・ジェラルド・グレー執筆のオリジナルのモジュールを D&D 第4版ルール向けに変換し、アップデートしたもので、ダンジョンマスター報奨プログラムの一部として RP 画のメンバーにリリースされた。2013年3月19日、S シリーズの全4作を収録したハードカバーコレクションダンジョンズ・オブ・ドーレットがリリースされた。ローレンス・シックは、 序文でこのように書き記した。デメリッチ・アサーラックのダンジョンは、ガイギャックスにとっては一種の思考実験だった。もし不死の魔術師が、欲深な冒険者の略奪から墓集を本当に守りたいと思っていたらどうするだろう。答えは当然、侵入者を抹殺するための仕掛けや罠を設置して、地下聖堂を守る、のはずだ。もっと言えば、 格好たる意思で望んだパーティー以外は諦めてそっとしておこうと思うような壮絶なやり方を用いるになるはずだ。2017年第5版向けにアップデートされた恐怖の墓所が収録されたシナリオ集大口定期館が再リリースされた。この D&D アドベンチャーはゲームトーナメントで冒険者パーティーのウィットと不屈の精神をテストする目的で 1978年に制作された。テストは、我々は、狂犬病の犬をテストするという文章と同じ意味で使用されている。そう、ただ、手順を生き残れないと主題を言う。EN、ロアスヨーバーグ・オブ・ワイヤード・オントゥーム・オブ・ホラーズ、恐怖の墓所は2004年のダンジョン誌の D&D 歴代ベストアドベンチャー30で3位に位置づけられた。 ダンジョンマスター・フォー・ダミーズは、恐怖の募集10のベストクラシックアドベンチャーのリストに挙げ、冒険の罠の多くはただ選択を誤ったというだけで、容易にキャラクターを殺すだろうと示唆した。ローレンス・シックは1991年に、彼の本ヒロイック・ワールズで、アドベンチャーをとても難解なシナリオだと呼んだ。ダン・ターンブルが、ホワイト・ドワーフ・シ13号で、恐怖の募集をレビューし、 モジュールを10のうち10の評価を与えた。ターンブルはアドベンチャーの難易度についてコメントし、そのダンジョンを繊細で広範囲に散りばめられた、陰出かつ慎重に付設された罠、そしてそれをどうにか回避できれば、彼らは幸運な冒険者になると指摘した。彼はイラストブックレットが冒険に多大な雰囲気を追加することを感じ、 作成済みのキャラクター名簿が有用であることも感じた。ターンブルは DM が前もって学ぶことは適切にそれを実行する必須の前提条件だが、これは G、または D モジュールよりもはるかに悪賢く非常に難しいと難しいだろうとモジュールを注釈し、そして彼はこのモジュールは優れたフォーマット、例として包括的なシナリオを導入する方法。 チームソニックレーシングの高品質はどのような方法でも妥協されたおらず、この S1 モジュールでも大幅に改善されていると、これらのモジュールに共通して持っていることを言った。EN、SF サイトのエエン・マクロレンはこのモジュールを古典にして、ゲーマー、筆形と記述し、彼は高校時代にゲームをプレイした時に彼のグループのキャラクターのほとんどはすぐに死んだと言った。マクロレンは、 恐怖の墓所が古典なのは難しさのためではなく大量のモンスターを殺害することに関与しなかった最初のモジュールだったからである。それはパズルと地図のコレクションだったとその理由を説明した。本作がトラップをモンスターよりも重視したことは当時のゲーマーには驚きだった。死の罠を乗り越えるために一部のプレイヤーが使用したテクニックの一つは彼らの前に 自分たちの所有する牛を歩かせることで、ワイヤードの EN、ロアス・ヨーバーグは、いささか英雄的とは言いかねると記述し、指輪物語のガンダルフが、バルログの餌として機能する牛50頭を、森屋の行動へ送ることができなかったことを指摘した。恐怖の墓所は、また、後の、ダンジョンズドラゴンズ製品に影響を与えた。EN、ジェイソン・ブールマンは2007年の D&D サプリメント EN、 ダンジェンスケープにて一部の罠のためのインスピレーションとしてモジュールと同様にインディ・ジョーンズを使用した。EN ブラックアイルスタジオ開発のコンピューターアーピーガンアイスウィンドデールも本作の影響を受けている。ブラックアイルスタジオ部門ディレクターの EN ファーガス・アークハートは私たちは恐怖の墓所のような隅々に罠があり、 壁の外にアンデッドがうろついている男女にへの最初の冒険の時のことをみんなが思い出すような何かを求めていたと話した。恐怖の墓所はアーネスト・クラインの小説ゲームウォーズで重要な役割を担っている。この小説は本モジュールのファンだった男が作成した仮想現実の世界を舞台としている。ありがとうございます。